メリカからウクライナへ供与された最新鋭の M777-155mm 榴弾砲についてみんなは知っているかな？知ってるよ。ゲームチェンジャーになるって一般に報じられているくらい、アメリカが推している榴弾砲でしょ？どうやらそれは誤りらしいぜ。そうなの？まあ、何はともあれウクライナ軍は最新鋭で、ロシア軍は旧式であり、やはり今後の世界はハイテク兵器が主流となりそうだな。そうなるだろうね。さて今回はそんな、M777-155mm 榴弾砲について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナへのアメリカによる武器支援の中に、牽引式の M777-155mm 榴弾砲が含まれているんだけど、このことについてオランダは早期チャタピラ式で自走する PZH-2000 自走榴弾砲6門を供与し、フランスは装輪のトラックに搭載され移動可能な 155mm 榴弾砲カエサルを10、12門と、それぞれ自走可能な 155mm 砲を供与する中、なぜアメリカが牽引式で自走できず機動性が低いと思われる M777 を供与するのか？といぶかかしむ声が上がっているよ。しかし、この M777-155mm 榴弾砲が、ウクライナ軍にとって戦況を大きく覆すゲームチェンジャーとなりうるとの確信のもとに、アメリカは90門の供与を決定したとする見方が広がっているんだけど、実はそんなことは一切ないみたい。M777-155mm 榴弾砲は実はアメリカのオリジナル兵器ではなく、イギリスのビッカース造船技術会社1999年に BAE システムズに吸収が合併が、1990年代に開発を進めていた長径量野戦榴弾砲ウルトラライトウェイトフィールドホイトザー UFH が台元になっていて、ビッカース社を買収した BAE システムズが、さらに2005年にアメリカの防衛産業関連企業である、ユナイテッドディフェンスを買収したことによって、アメリカも開発に参画することとなり完成した長径量野戦榴弾砲に対して M777 との正式名称を与えて正式採用された野砲で、アメリカ軍では 155mm 榴弾砲を全て M777 に置き換える計画となっているよ。M777 はアメリカ以外にもカナダ統合軍地上軍が採用を決定したほか、そもそもの開発企業の母国イギリス陸軍でも採用のためのトライアルが開始されていて、採用決定となれば現有の L118-105mm 榴弾砲の一部を M777 に更新する予定であるとされているな。いろんな国が採用しているみたいだし、M777 は、高性能に見えるけどな。でも実はその射程や発射速度などにおいては、アメリカ軍がこれまで主力野砲として運用していた、M198-155mm 榴弾砲と大きな差がないんだよね。だからこそ M777 はゲームチェンジャーとはならないってわけ。M198 が通常弾である M107 榴弾を発射した際の最大射程が 22.4km であるのに対して M777 では 24km で大した差ではなく、また発射速度も M777 は M198 と同じ最大で毎分4発なんだ。イギリス、イタリアと東西に分かれていた頃の西ドイツの3カ国で開発され、陸上自衛隊の野戦特化部隊でも運用している FH70 では、通常弾の最大射程は 24km と M777 と同じながらも、発射速度においては毎分12発と優れているしな。じゃあなぜ M777 がアメリカ軍によって M198 の後継砲として採用されたの？その理由は重量にあるんだ。M189 の重量は 7.162トンであり、FH70 は 7.8 から 9.6 トンとさらに重いんだけど、これは FH70 が牽引砲でありながら、短距離移動が可能なエンジンが搭載されているためなんだよね。これらに比べて M777 は標準型であれば 3.7 トン、改良型でも 4.218 トンと軽く、これまで M198 では CH47 チヌークや CH53 シースタリオンなどの大型輸送ヘリコプターでなければ、吊り下げての輸送ができなかったのに対して、M777 であれば UH60 ブラックホークや UH1N ツインヒューイなどの中型汎用ヘリコプターや、テルトローター機の V22 オスプレイでも機外に吊り下げて輸送することが可能となっているんだ。ここ注意したいのが、M777 の空中起動はあくまで初動展開の際に行われる行動であり、陣地転換に際して空中起動が行われるというわけではない点だな。近代のアメリカ軍が重視しているのは世界中に素早く戦力を展開する能力、すなわちパワープロジェクション戦力投射であるからこそ、M777 が軽量で移動展開がしやすいことが重要視され、またウクライナ軍が保有しているヘリコプターが、旧ワルシャワ条約機構軍において最もポピュラーで、最大積載量が4トンまでの旧ソ連ロシア製のミル8ヒップであることからも理にかなっているとされているってわけ。
なお、アメリカ軍では M777 と、それを運搬するため空軍特殊作戦コマンドで保有している。旧ソ連ロシア製のミル17ヒップ H 輸送ヘリコプターを抱き合わせで供与するとしていて、その理由としてミル17機はウクライナ軍が運用しているミル8の発展型で積載重量が5トンに増やされており、M777 をスリング輸送するには十分であることと、ウクライナ軍にいきなり不慣れなアメリカ製 UH-60 を M777 の輸送用ヘリコプターをして供与したとしても、ウクライナの操縦士が使いこなすまでに相当な時間が必要とされるんだけど、ミル17なら使用が基本的な操作がミル8と同じであるためにすぐ運用が可能となって合理的だからなんだ。しかし、M777 が供与された理由は、軽量による機動性だけではないよ。現在ウクライナ軍が保有している2S3 アカーツィア 152mm 自走榴弾砲は、1991年以前の旧ソ連時代の榴弾砲で、最大射程が 17km ほどしかなく M777 より 7km も短い。そしてロシアで現在運用している榴弾砲は、テレビのニュースによく映像が登場する 2S19 ムスタ S152mm 自走榴弾砲で、通常弾による最大射程は 24.7km あり M777 と比べても遜色はなく、RAP ロケットアシスト弾を用いれば最大射程は 36km となるんだ。ちなみに M777 においても、砲弾を優先形に成形し空気抵抗を減らした ERFB 砲弾を用いれば 30km の最大射程を得られるんだけど、これではロシア製榴弾砲と比べて見劣りすることになり、アメリカがわざわざ鳴り物入りで供与するほどの榴弾砲とは思えないよな。実は M777 の従来型榴弾砲に対する優位性は、これと一緒にウクライナに供与される最新の砲弾にあるぜ。その砲弾は M982 エクスカリバーと呼ばれ、アメリカのレイセオンミサイルシステムズ社とイギリスの BAE システムズ AB 社によって開発された。衛星利用測位システム GPS を利用する管制ナビゲーションシステムによって精密誘導が可能な砲弾なんだよね。エクスカリバーは使用によって約 40km から 57km の最大射程を持ち、半数必中回 CEP はおよそ 5m から 20m とされる精密さで、砲弾に装備されている折りたたみ式の滑空翼によって、発射された後に標的へ向かって光描く弾道飛行線の頂き部から滑空しながら射程距離を伸ばすようになっているんだ。この M777 によってウクライナ軍はロシア軍の榴弾砲に対してアウトレンジからの精密誘導が可能となるという非常に大きなアドバンテージを得ることとなり、例えばこれまでもドローンなどによって実践され効果が見られているロシア軍の補給線を分断する作戦においてさらに強力な兵器を手にしたと言えるんだ。しかしこの誘導砲弾も安価な精密攻撃手段に過ぎず、ゲームチェンジャーと呼ぶには違和感があるとの指摘があるのも事実だよ。アメリカ国防総省の高官が5月9日の記者会見において、現時点で310名以上のウクライナ軍兵士に対して M777 運用訓練を実施して完了しているとした上で、供与予定の90門のうちすでに85門がウクライナに届いているとしたよ。軽量な M777 は空輸による戦略機動に適するため、このような迅速な供与が実現したとも言えるね。ウクライナのキエフインディペンデント紙の防衛担当記者は自身のツイッター上で、M777 はすでにドンバス地方に到着していて、ロシアとの戦線で戦闘に用いられていることを確認したしており、そのことが影響しているかは不明だが5月13日に、ウクライナのゼレンスキー大統領がロシア軍から1000カ所以上の集落を奪還したと述べ、ウクライナ軍からはロシア軍がウクライナ第二の都市である東部のハリコフから撤退する動きへ見せていることを明らかにしているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、咳についてだよ。咳といえば、今コロナ禍だから、咳をしただけで嫌な目に見られるから大変だよね。確かにね。でもその咳なんだけど、咳1回の消費カロリーって知ってる？え、咳ってカロリー消費するの？そうみたいだな。で、何カロリーだと思う？歌歌って25キロカロリーぐらいだったと思うから、5とかかな？お、君にしては珍しくニアピンじゃないか。正解は2キロカロリーなんだ。でもたった2キロカロリーじゃないか。ちみちみ、舐めてもらっちゃ困りますよ。1分間に2回咳をするとするだろ？それが1時間続くと240キロカロリー消費するんだ。それが4時間続くと、1000キロカロリー近いカロリーを消費する計算になるんだよ。1000キロカロリーだ、と、ちょっと2キロカロリー舐めてたわ。塵も積もれば山となるていうからな。
ちなみに女性の1日の摂取カロリーが約1400から2000キロカロリーらしいんだ。つまり計算上では、8時間咳をし続ければ、1日の摂取カロリーを落とせるってことだな。いや、8時間も咳できるわけねえだろうが、そんなに咳したら疑われちゃうよ。大丈夫だよ。何か言われたら、この動画を言われた人のスマホに共有して視聴させればいいんだ。なるほど、君ってさすが天才だね。これぞウィンウィンってやつだな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。